太郎さん、鬼太郎好きだったよルロケン、ルロケンはね、うん、アニメというより実写版のが好きです。はい、誠さん、ルロケンだってまたやるでしょ、うん、今度、いっぱい出るよね、また、うん、最後、あの、何なんだろう、佐藤健くん、うん、のあの剣心の役、うん、ハマりすぎ、マジでハマりすぎ、超いい。だから剣心の役やってる佐藤健くんがすごくかっこいい限定とか間違うかもしれないけど、そう、そうなの。なんかこうドラマとか映画とかって本当その役をやってる誰々がかっこいいとかかわいいとか思っちゃうから、他のドラマで全然ハマってない役とかイメージと違う役やったりすると全然見ない。そう、だからこの俳優さんが好きとかそういうのないかもね。この役をやってるこの人がいいみたいなね、そういうパターンめんどくさいパターン。かーん、じゃ、でもね、ほんと憧れるわ、俳優さんとか女優さんとか、マジですごいなって思うね、かんちゃんそう本当も、私はね、マジでお芝居がね、どうもね、自分の中でしっくりこないんだわ。お芝居できてるのかすらわからない、あつさんそう、昔から思う。でもそんな私でも映画とかドラマとかいろいろやらせてはもらったことあるんだけれども、なんかね、自分の作品を見るとね、恥ずかしいんだよね、不思議なんだけど。あとでも個人的に今までやったドラマとかその映像もので好きなシーンがあるんだけど、それが伊豆の踊り子の踊り子役をやったのね。伊豆の踊り子役で安田圭ちゃんと、まあ、辻のぞみちゃんとかが一緒のドラマに出てたもんね。で、ケイちゃんがあの、まあ、売られる役なのよ。売られる役売り飛ばされる役なのそうで、そう、その売り飛ばされる時に私がそのケイちゃんと、まあ、お友達の役、親友みたいな役で、そのケイちゃんが行くのがすごい悲しくて引き止めたりとかしながら、そのお別れをね、こう泣きながらお別れをするみたいな、なんだけど、そのケイちゃんが、私おなつって名前だったと思うんだけど、違う、ケイちゃんがおなっちゃんか、おなっちゃんみたいな感じで私が言って、ケイちゃんを引き止めようとすると、ケイちゃんの方もカオルちゃんみたいな感じでこうやってたわけよ、こんな感じで、あーみたいな。そしたらケイちゃんがその連れてかれる男の人に思いっきりぶったたかれてこんなんなってなるシーンの時に、もうバラエティ的にはだよ、全然バラエティじゃないから笑えるシーンじゃないんだけど、バラエティ的にはすごい面白かったの。歌番とかでタカさんとかが CG 使ってやってたのすっごい面白かったんだけど、私はあのシーンの演技が個人的に自分の演技の中では結構上位の方でお気に入りなんですなぜかケイちゃんがぶっ飛ばされてるシーンのところの演技がそう、好きなのそうなんですよはい、かまじんさん、ありがとう別にケイちゃんがぶっ飛ばされてるシーンが好きじゃない、そういうシーンじゃないの。そこで私がうなっちゃんって言って、こうちゃんと涙を流してるのよ、演技が苦手なのに。でそれほどその役にその瞬間入ってたんだろうね。だってケイジは本当にぶっ叩かれてるからね演技とかじゃないよ、こういうやつじゃないよ本当に言ってるからもうびっくりだった、懐かしい。そうなんです、そういうこともありました昔は。いやー、伊豆の踊り子ね、よかったな
2002年1月そうめっちゃ懐かしいよ超昔舞ちゃんだって本当あの時すごいニキビとかもいっぱいできててなんかもう思春期みたいな感じでおでこがニキビで埋まるぐらい結構忙しかったんだろうね荒れててだから本来踊り子で昔のこうカツラみたいな頭をしてるから本来こう前髪は全開じゃないだけどどうしても前髪を上げたくなくてなんかうっすらうっすらこう降りてるっていうそんな感じだった何の話か分かんないけど撮影秘話的なルローニケンシンから流れてそう全然違うねもうもやスケール感もねケンシンとあれじゃんねマリちゃんさんおめでとう歌版の方が印象的だ、まあ、確かにね歌版すごい印象的でしたよ私も面白かったもんなかなかさその番組に出てそんなに爆笑できるっていうないんだよねだけど歌版とかは本当になんかタカさんと中井さんがお上手だったからかトンピソンめちゃめちゃ面白かった大輔さん大輔さん大輔さんあ歌版のイストリーゲームね懐かしいね歌版のイストリーゲームだから本当そのイストリーゲームをガチでやってさ席が決まっちゃうわけだからねでもさ大体こうなぜかさいい席に座らせてもらえてたわけでゆうちゃんとかさ後ろの方にさ行かされてしまうみたいなね達也さんおめでとうございますでもさ私は多分あの頃後ろに行ったら本当に何も喋れずに終わってたと思うからねうまい感じに全てが回ってたんですね本当思うよさやかさんこういう字でさやかって読むんだC 組がもうあと折り返し過ぎましたね数えてるさずでるよいしょ裏話好きわんこそばの回ね懐かしいねわんこそばね歌版のねカステルさんあのイグアナをゲットするためのわんこそば対決ねタカさんとね難しかったねそんなのもやってたよね誕生日の時はあのミニチュアダックスフンドをプレゼントで歌番さんからいただいたりとかねなかなかないよねああいう番組ね音楽バラエティ的なあれはすごいいい番組でしたエリナちゃん私もなタカさんとか中井さんに会いたいな久々にようこさんようこさんようこさん、はい、おめでとう。白滝、白滝。歌番最近 YouTube で見るよ。あ、私も超見てる。歌番 YouTube で。
結構面白かった、めっちゃ笑った。なんか誰か YouTube でそのまとめてくれてるんだよね、うまい具合に。例えばケイちゃんをまとめた歌番とかあのカオリンをまとめたとか、私とミキティをまとめたとか、結構それがねあの見てると面白いしお腹いっぱいになる面白かったな、あれ。たきっとね、誰かファンの方が上げてくれてるんだと思うんだよね、チャンネル自分の持って見てますよ。高木さん、ハロモニね、ハロモニも面白かったし、そう、歌番のケイちゃんのまとめ面白かったよミシェルくん、ミシェルくん、ごまきペンギン、あ、ハロモニコントね。ハロモニコントちゃんと見てました、皆さんは。ミシェルくん、ハロモニコント、マキエでね、私もマキエル好きよ、あれ。やるのは恥ずかしいんだけどね、見るのはすごい好き。ふみまろ様、あ、僕にはわかるってやつね僕にはわかる、かおるちゃん、マキエルは、マキエルはなんだっけ、来てます来てますってやつか、来てます来てます、悪魔が来てますみたいな悪魔が来、そんな感じだったよね。あのさ、あ、カオルさん、あのマキエル神父さんがミキティと小川誠のそのキャラクターやあるじゃない、そのコント中ので、マキエルがあの結婚式の新婦さんをやってる回知ってる？あれマジで自分で何回見ても爆笑するんだけどマジであれは本当にやばい、爆笑しちゃう、本当楽しかった。あれカオルさん書きましたよね、今ね、同じ方がいる、マキちゃんラブミエナさんキーちゃん、ラブミエナ、はい、ケイちゃんと歌番について語ってほしいケイちゃんはすごい頑張ってたと思います、本当に。だってさ、やっぱこうパーンって餌投げられてさ、パーくっついてくじゃない、やっぱあれがもう頑張ってる証拠だよね、本当に思う。私はもうちょっとダメだもん。なんかね、こう照れがねどうしても出ちゃって、その照れさえこう自分でね払えればね多少はねいいんだけどね、何なんだろうね。だってさ、マキエルのそのコントだって
キエル・コントは本当にあの格好でその演技をするのがとっても本当恥ずかしかったので、この私服とかで初めリハーサル行ってもいいんだけど、本番だけあれ着ればいいわけだから、なんだけどもう私服でマキエルをやることもちょっと自分の中では恥ずかしいわけよ。もうどうせならテストからマキエルでいないとなりきれないの、恥ずかしくて。だからもうほんとマキエルの日は、あ今日マキエルだと思って、もうリハからマキエルになってた全部すごい支度の早い人みたいになってたそうなんだよ、気合がね入らないとね、なかなかこうやりきれないわけよ、私も私で。よいしょ、メタルマットさん、はい、あータカさんのお前は何焼けるんだよ、ゆうちゃんが魚って言ったね、あの返しね、あれも素晴らしい、面白い、私確かクッキーって言っててねでそれでタカさんがかわいいクッキーだってみたいになって、ゆうちゃんにお前 何やっけんだよみたいな、魚みたいなあの返しでしょ、覚えてるよ。ゆきのさん小牧ペンギンを扱ったらしいね。ああそうそう、小牧ペンギンは暑いは暑いんだけど、とにかく大きいわけよ、この着ぐるみがでかいから。であれでそうそれ坂をこう登って魚を我が子に届けなきゃいけないと、あの坂が結構急な坂でね、この着ぐるみであの坂をこう登り切るには結構大変でした。だ何回も滑って振り出しに戻るみたいなねなかなか子供に魚をあげれないっていうね、そういうやつだったよね。ごまきすずめとかもあったからね、懐かしいよ。なんでそういうすずめとかペンギンとかやってたんだろうね私は美和さん、よいしょ、あと4人ですね。大使かな、大使く、あ妹だっけ、そうだね、妹とあのスズメの方が子供だね、高橋愛ちゃんがね、愛ちゅんってね、大使くメロね、うん、ポスターサインまで続けてかな、そうだな、そうだな、うん、そうだなとか言ってメロンちゃん、イッシー、お韓国語、韓国語あります、イッシーさん韓国語、これはユランさんなの、丸書いて点々ってやってこうやって書いておのれみたいな字があってとがあって、おこれでユランって読むのかな、難しいね、昔は読めたんだけどな、全然勉強してないからな今。ゲランさん、アニョハセヨ、アニョハセヨ、私がきっとカタカナで書いても読めないけどアニョンって書いとく、アニョン、アニョン、アニョハセヨ、ごと、チョヌンだっけ、チョヌン、ゴトウマキ、イムニダ、サラブタッカムニダ
ろしく的な合ってるかな。じゃあよし、韓国語は話せますか。話せることはないな。記憶に残ってるのはあるけど、あのライブの MC でちょっとその前に言った MC 忘れちゃったんだけど、チョメでも緊張へそうなんで、いろっけよろぶんおるグルポニカちょも安心見てねよみたいな MC をしたのは覚えてる。なんかこう初め緊張しちゃってたんだけどみたいな、みんなの顔を見たら安心しましたみたいな感じだったと思う。愛の不時着面白いよね、ハマってる。今2週目、愛の不時着2週目です。さあというわけでカードたちが ABC パターン終わりました。なのでついにやってきましたポスター、こんな感じのポスターがあります。同じ人なんですけどね。よし、さあさあさあ、これ修正してんのかなつって、なんかあんまり修正してない気がするな。そう思いません？なんかこの質感もそんなに修正してないね。さあ、そんなことはいいとしたら3枚ご購入いただいた方、はい、3枚ご購入いただいた方、その方にはねこのポスターにサインをしていくという形になります。じゃあここにお名前書いてサインにしましょうね。ではいきます。トシシャン。できました。おい、ももちゃん、はい、あれすごい英語で書いてくれてる人がい私すごい本当にね、マジねローマ字とかねそっちでも難しいんですよね。紫にゃんさんはマジでジョージア、ジョージアってゲオルグって読むんだっけ、コーヒー読むと思えば読める、そうだ、ジョージアゲオルグと読むし、スターバックスコーヒーも初めてこう見た時にスティアバーなんちゃらコーヒーみたいなそんな感じだったし、そうだから本当ね、中学校2年生の夏休み中にほらね、この世界に入ってくるってことだから、あの英語とかその漢字とかもろもろ途中で止まってるわけね、サトシさん、そういうことなんですよ。ミアホンダさん、ミアアホンダホーうんだから本当英語がペラペラとかすっごく羨ましい、はい、羨ましいとか言ってるぐらいだったら自分で今からでも勉強しろよって話よね。そうよね、
どさ、勉強したところでさ常日頃使わないじゃない。そこがね問題なの私の中で。だから自分の趣味なことはすごいとことん突き詰めるタイプだけど、そうじゃないんだよガチさん。なんかゲームしながらずっと英語喋ってます。あ絶対難しい。もうだってゲーム中本来喋ることすら難しいのに、なんとか YouTube でやらせてもらってるから喋ってはいるものの、トムさん難しいのよ。喋ってるとねモンスターに攻撃を食らったりする。愚痴りながらのサインとかね。ガッキーさんおめでとう。愚痴ってるわけじゃないんだけれどもね。まあお父さん、よいしょ、マコットさん、おい、いやいやいや、これが無事にみんなのところに届くわけですね。難しい感じですね。まあ、書いたことはあるよ。あんまり書いたことがないだけ。これはゆうすけさんです。おめでとう。あつゆきさん、あつゆき、サインって昔から変わってないんですか。いやだからさ、そのサインは多分ここ ABEX に入ってからとかはまず変わってないんだけど、松雪さん変わってないんだけど、モーニングとかプッチモニとかなんかそういうサインの使い分けはあったんだよね。だから何種類かあったと思うよ。キーラテンさんね、おい、アキーラテンさん、ダイちゃん、ポスターは額に入れて玄関に飾ります。玄関すごいね。帰ったら私、行く前も私ってそんな感じですね。ゼルさん、ゼル、ゼル、ゼルさん、
ドキドキしてきたって言ってる。壁なくなるくらいポスター貼ってたよって、ありがたい。ダキちゃん、ダイちゃん、はい。お次は末永大輝。長長長大きタンタンタン字合ってるかな。よいしょ、えっと佐藤正さん、佐藤、まあ、そうそう、おい佐藤正さん、ありがとう。今のどっちのポスターかって、ありがとう。マキのマッキーじゃなくなった。おっかおっかな、うん、ポスターはサイン大きくていいね。確かに名前も大きいよ。マサさんも変えてない。おっくん書いたから次はマサさん。マサ。よいしょ。マサ。ちえちゃん。ちえちゃん。ちえ。再生したのは俺です。すげえ。すごいよ、それが本当なら半端じゃないよ。テレビ番組とかも全然、なぜかね、昔から一人の時はね震えるね、ゲームシーン、うん、
壇上さん、お腹空いていない？今始まる前に食べました。男女広島に来てみんさいねっていう人だよ。広島に来てみんさいね。来てみんさいね。どこに貼られるんでしょうね。どこに貼るんだろう。はい、あ、広島の役場に貼れそうって役場。いちごミルク、広島ジャケ、じゃの、まゆ、まゆさん、よいしょ、はい、リリリ、リリリさん、リリが独特よね。そうなのかな。ヘタッピオ、ペッパーケーブさん。ペッパーケーブ。リリリさん。ペッパーキューブさん今帰ったから、今度春巻さん、春巻、長くやるとアーカイブ残せなくなる。どうだろうね。ちょうど1時間ぐらい、ちょうど1時間ぐらいですね、もう1時間経った？大体1時間ぐらい、そうですね、15分ぐらい。早いな、時間が経つのが。芝山理央さん、これ何時間ぐらいが残せる基準とかあるの？一応、今は何時間でも生きるだけだけど、重くなるとか、長く言うとちょっとアーカイブがなんか探すのが大変って人もいる。探すものがあるの？自分の順番。ああ、そういうこと？これ見れなかった人がこの時間に見れなくてアーカイブで探すときに、どこだ？あ、そんな感じ？世の中さ、もうほんとさ、インスタだとかさ、ツイッターだとか、TikTok だとかさ、まだまだいろいろあるでしょ？進化しすぎよね。マジで思うわ。あやかちゃん、はい、あれはさ、TikTok なの？ TikTok なの？ TikTok 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 T 立ち通天の T だよね。そうそうそう、 TikTok TikTok。 だからあれを見るまでは TikTok だと思ったから、そう、TikTok とはみたいな、動画を上げてるだけのやつでしょ。不思議だったね。サトリン、今どれぐらいまで行ったのかな。もしあれだったら一回切るんや。サトリン、キュッキュッ
挟まないの？キットカット、キットカットみたいな感じ。まあキットカットね。よし、他はあとどれぐらいかな。今ね、ヨシカさんまで行って、あと、そうね、まだあるよ。一旦あれしますか。あと何名ぐらいかちょっと。じゃあそう。やってる間に書いておいてもらって。イエス。のりかずさん。あと70人ぐらいです。貝を書いて、りを書いて。何にしますか。わ。これでのりかず。じゃあのりかずさんまで。のりかずさんで一旦。はい。じゃあのりかずさんまで行って、一旦ここで休憩となります。はい、ではまた数分後。